ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この動画は重粒子洗顔治療装置 iMac を解説します。重粒子洗顔治療についての動画はあまたあるので、ハイマック加速器について焦点を当てようと思います。早速始めるぜ。それでは、ゆっくりしていってね。早速だが、ハイマックってなんだ？ハイマックは、ヘビーイオンメディカルアクセラレーターインチバの略よ。直訳すると、チバにある重イオン医療用加速器。そのまんまなんだぜ。そのまんまです。なお重イオンは重粒子と言い換えています。ハイマックは、重粒子線によるがん治療を目的に作られました。現在、炭素原子をイオン化して重粒子線として利用しています。ハイマックでは、1994年から治療開始してます。結構経っているな。建設開始が1987年です。昭和じゃねえか。粒子線の医学利用が提唱されたのが1946年です。粒子線治療って、結構歴史があるんだな。ちなみにハイマックでは、1万2000人以上の患者さんが治療を受けています。へえ。そんなハイマックを見ていきたいと思います。やっと本題なんだぜ。まずは、模型で全体像を見てみます。大きさが、120メートル ×65 メートルでサッカーコートと同じくらいです。それが、地中に埋まっています。でかすぎなんだぜ。病院にあるような放射線治療装置は一部屋に収まるだろ。単純な比較はできないけど、イオンつまり原子を体内のガンまで到達させるスピードに、加速させるには、これだけ巨大な装置が必要というわけです。なるほど。で、ハイマックはどこが何をどうしているんだ？ハイマックを単純に分けると、イオンを作るところ、加速させるところ、照射するところに区別できます。まずは、重粒子線治療で使う炭素イオンを作るところから見ていきます。エレベーターで地下20メートルの場所まで降りてきました。治療施設とは思えない無機質な感じなんだぜ。これがイオンを作るための装置、イオン源と言います。ここで炭素イオン作ってるんだな。イオンを作るには、原子から電子を剥ぎ取るか、逆にくっつけます。このイオン源は、電子を原子にぶつけて、電子を剥ぎ取っていくタイプね。また、重粒子線治療を効率よく実施するには、大量のイオンが必要です。大量のイオンを作るには、多量で高エネルギーな電子が求められます。そこで外部からマイクロ波を加えます。電子サイクロトロン共鳴を利用して高エネルギー電子を作ります。だから、ECR イオン源って言うんだぜ。ちなみに炭素イオンは何から作っているんだ？木炭か？鉛筆の芯？メタンガスだよ。炭素と水素の分子。都市ガスや牛のゲップの成分だな。メタンガスをこのイオン源に吸入すると、炭素イオンと水素イオンができます。なるほど。作られた炭素イオンを使うわけだな。次に行きますよ。イオン源から出たイオンはここに来るのか。筒状の装置が線形加速器と言います。加速器ということは、イオンを加速させるってことだな。そう、線形加速器は RFQ と DTL の2台あります。RFQ と DTL は構造は違うけど、どちらも高周波電波でイオンを加速させているわ。RFQ は RFQ ベイン、DTL はドリフトチューブを使っているのよ。中身が全然違うな。イオンの加速スピードに合わせての二段構えなんだな。それにしても DTL でかいな。模型だと魚肉ソーセージだったのに。実物は直径2メートル、長さ24メートルよ。結局、イオンのスピードはどのくらいになるんだ？光の速さ、つまり光速の 11% になるわ。光速の 11% って言われても、よくわからないんだぜ。新幹線の約40万倍のスピードね。なるほどよくわからん。ちなみに、高速の 11% の炭素イオンを患者さんに照射したらどうなると思う？そりゃあ、がん治療だし、がんをやっつけるだろ。残念、イオンは皮膚すら通過できないわ。ダメじゃねえか。だから、さらにスピードを上げる必要があるの。次に、もっと加速させるのがあるんだな。線形加速器で加速されたイオンが、ダクトを通って向かうのはシンクロトロンね。模型で見たが、リング状になっているな。シンクロトロンは線形加速器とは違い、イオンがリングを周回しながら加速していくのよ。
なるほどな。リング上に加速させる装置がいっぱいあるんだな。シンクロトロンは周長130メートルあるけれど、加速装置はこの高周波加速空洞だけね。え、これだけ？そう、この加速装置で加速させて、あとは惰性で周回させるの。じゃあ、リングにいろいろついているものは何なんだ？そういえば線形加速器のところにも似たようなものがあったな。ほぼ全部電磁石よ。電磁石か、一体何をするんだ？大まかに、偏光電磁石と四極電磁石があるよ。まずは、偏光電磁石。これはイオンの軌道を変えます。イオンに石はないから勝手に曲がってくれないよな。イオンを偏光電磁石で軌道を変えて、シンクロトロンを周回できるようにします。で、四極電磁石の役割は何だ？その前に、実はイオンは、一粒一粒連続して加速されるというよりは、ある程度イオンをまとめて一定周期ごとに加速させています。どのくらいまとめているんだ？60億。え？60億。あ、はい。イオンは、プラスの電荷を持っているのだけれど、プラスの電荷同士だと反発してしまい、バラバラになるだろ。さらに、入射したイオンの向きは、必ずしもダクトと平行とは限らない。ダクトが直線でもそのうちダクト壁面にぶつかってしまうな。そう、ぶつからないように抑え込むのが四極電磁石の役割よ。なるほどな。で、どれだけ加速できるんだ？がん治療で使うのなら、高速の約 73% まで加速させれば十分ね。高速の約 73% か東京大阪間を1秒間に220往復はできそうだな。ちなみにシンクロトロンの性能上は高速の 84% まで可能よ。地球から月まで 1.5 秒で行けます。ところで、なんでシンクロトロンって言うんだ？イオンが加速されるにつれ、高周波加速空洞の周波数を上げるのだけれど、炭素イオンが周回できるように周回軌道上の電磁石の磁場も強くしていくの。車でカーブ曲がる時もスピードが速いと外側に飛ばされそうになるな。だから、飛ばされないように強い磁場で外部から力を加えてあげるのよ。加速されるイオンに対して磁場を同期して変化していく。つまりシンクロすることでシンクロトロンと呼ぶわけです。ハイマックシンクロトロンは、1秒間で最大100万周します。なるほどな。で、加速された炭素イオンは、患者さんに照射する、治療室に行くんだろう？重粒子線がん治療に関する動画はいっぱいあるのでそちらをどうぞ。マジで投げやりなんだぜ。いや、本当だし、いっぱいあるんです。ハイマックによって重粒子線はがん治療に高い効果があることがわかりました。しかし、研究開発用とはいえ、ハイマックは大規模な装置となりました。そこで重粒子線がん治療の普及のため、小型化研究も進めました。炭素イオンに特化させたおかげで結構小さくなったんだぜ。旧型施設として、2010年の群馬大学に設置を含め、全国7カ所の重粒子線がん治療施設があります。もしかして世界にもあるのか。ドイツやイタリア、中国などにあるし、他の国でも建設計画があります。その中でも日本の活躍は目を見張るものがあります。特にハイマックの治療実績は圧倒的なんだぜ。いや待て。それ以前に、そもそもなぜに炭素なんだ？アルミとか鉄とか、もっとこう、あるだろう。かつて包囲圏ではサイクロトロンによる、中性子線治療が行われていました。もし、中性子線と同等の効果持つイオンを選択すれば、蓄積された2000人以上の臨床試験データが、活用できると考えられたわけです。それが炭素だったのだな。炭素で OK、普及施設もできた。じゃあ研究開発は一段落か？いやいや、さらなる治療の高度化を目指して進めているのが、マルチイオン照射。炭素に加えて、ヘリウム、酸素、ネオンを組み合わせて、より効果的な照射を目指しています。さらに、レーザー入射加速器、超電導磁石を使ったシンクロトロンによる、小型の重粒子線がん治療装置の開発。これらの高度な治療、小型の装置の研究開発が進んでいます。旧型よりかなり小さいな。これなら都市部の病院にも置けるんだぜ。今後の研究開発にご期待していただければ幸いです。駆け足となりましたが、本動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。